さんこんにちは、クリアです。こちら以前 YouTube でもアップした100均ミラーをアレンジしたもの、 UV ライトで変形してしまいました。大失敗した動画はこちらです。可愛くできたのにレジンコーティングで失敗してしまいました。今日は失敗した100均ミラーのリベンジをします。次こそ絶対可愛いものを作るぞということで、同じアート誌でなぜ失敗したかについてもこちらの動画でお話ししたいと思います。さっくりアートしているところを見てください。条件はなるべく一緒にするため、同じ奈良ブラックのアート誌でアートします。使用したものはこちら。完成しました。ここの部分を使用します。UV 保護スプレーもしっかりしてください。まずはピンセットを使って表面部分を剥がしていきます。紙を下に敷いてペンで型を取ります。ハサミで真ん中をくり抜きます。こちらの紙はアートの柄を決めるときに使用するものなので、そこまできっちりカットしなくても大丈夫です。くり抜いた紙をアートの上に置いて、どこのアートを使用するか決めていきます。使用する場所を決めたら、最初に剥がした表面部分を真ん中にはめ込みます。この時、ベタついている面とアートの面をくっつけないように、ベタついている面を表にしてください。そして周りの紙をそっと外します。ペンで型を取ります。前回はマスキングテープで固定しカットしました。どちらでも好きな方法で行ってください。型を取ったらその箇所をハサミでカットします。切りやすいようにまずは周りをざっくり切ります。次に型に沿って全員にカットしていきます。きれいにカットできました。きちんと大きさが合っているか確かめます。両面テープで貼り合わせます。両面テープは100均のものを使用します。ピンセットを使ってゆっくり貼り合わせます。次にレジンコーティングをします。前回は UV レジンを使用し、高加熱でアート紙が変形してしまい失敗しました。
今回はゆっくり硬化するエポキシレジンで行いたいと思います。使用するエポキシレジンはアート用レジンコアラを使用します。エポキシレジンについて詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。主剤と硬化剤を1対1できっちり測ります。割り箸でよく混ぜます。はじめは繊維状のものが出てきます。 2,3 分程度しっかり混ぜます。気温が高い時はレジン液がサラサラしていますが、冬なので最初から少しトロッとしています。そのため気泡がたくさんできてしまいました。エンボスヒーターでレジン液を温めながら気泡を取り除きます。それでも気泡がある場合はホコリが入らないように蓋をして10分程度レジン液を休ませてください。気泡が上の方に上がってきたのでエンボスヒーターで取り除きます。今回はこちらのホロを使用します。エポキシレジンをアートの中央部分に入れて割り箸で外側に向かって広げていきます。レジン液が足らないときは追加でレジンを入れてください。ホロを入れます。表面をレジンでツルツル仕上げにしたいのでホロは爪楊枝で沈ませるように置いていきます。キラキラするものが好きなのでたくさんホロを入れました。好きな場所に好きな量を入れてください。最後にチャッカマンや爪楊枝で気泡を取り除きます。できたら、ホコリが入らないように蓋をして、2、3日硬化できるまで待ちます。綺麗にツヤツヤに硬化できました。失敗したミラーと比べると、全然違います。しっかりミラーにフィットしていますね。これはリベンジ大成功です。皆さんも100均ミラーを使って自分だけのオリジナルミラーを作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録していただくと更新の励みになります。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。